もトヤです。はい、今物語も最終章なわけなんですけども、当然ね、今いる出てくるキャラクターたちはめちゃくちゃ強い猛者ばっかりなんですよ。まあ、ルフィで、そしてゾロ、まあ、これも当然ですよね。でシャンクス、ガンプ、超強い。じゃあこいつらの共通点で皆さん分かります？そう、覇王色の覇気。ルフィは当然として、ゾロはワノ国で覇王色に目覚めたと言ってもええし、シャンクスは中将ですら気絶させたり、大将をビビらせるぐらいの覇王色を持ってるわけなんですよ。で、ガープも、まあおそらく覇王色で、これバチ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 ってことで蜂の巣にね、突撃してきたわけじゃないですか。カイドウも言うてました。覇気だけが全てを凌駕すると。まあ、つまり最終章の戦いっていうのは、もう能力者バトルじゃありません。覇気バトルです。こっから先は、覇王色をまとったやつが世界を制していくんですよ。というわけで今日は、せっかく一人なんで、トヨランキングやろうと思います。全盛期、覇王色最強ランキング。はい、まあ、というわけでですね、まあ、正直迷いました。現時点の覇王色最強ランキングを作るか、イフワールド。もし、全海賊たちが、よーい、ドンで生まれたら、誰が一番強いねんと。まあ、それを、現時点での最大値をもとに考えてきたランキングですね。でそもそも覇王色の覇気っていうのは、誰でも使えるかって言ったらそうじゃないんですよ。数百万人に一人しか、素質を持っていないと。この力を持つ者には、王の資質があるってことは言われるんですよね。で、レイリーもこういう風に教えてくれるんですけど、これが相手を威圧する力、覇王色の覇気。この覇王色だけはコントロールできても鍛え上げることはできないと。まあ、つまり、生まれ持った覇気の強さと自身の成長度合いが大事なんですよね。じゃあ、まあ、そういったのをうまく活用してきたのは誰かっていう話なんですけど、早速やっていきましょう。第19位、ボア・ハンコック。海賊女帝の異名を持つアマゾンリリー現皇帝にして、クジャ海賊団船長のハンコックです。まあ、皇帝ということでね、まあ、まさに王の資質を持っとるわけなんですけど、まあ、覇王色以外にももちろん覇気は使えて、武装色、見聞色を使うことができます。まあ、今のところ覇王色をまとったり、活用する場面があまりないので、まあ、めちゃくちゃちゃんと鍛えたわけではないんじゃないかなっていう気もしますね。黒ひげやコビーには、まあ、メロメロの能力が通じなかったので、その二人よりも覇気の粘度が低いんじゃないのかっていうのも、考えれます。ただ、まあ、コビーに関してはハンコックに、まあ、目がいかんかったというか、ハンコックに惚れへんかったんじゃないのかっていう気もしますけどね。で、もともと天竜人の奴隷をやっていたこともあるんで、今日のランキング上位勢に比べると王の資質という点ではやっぱ劣ってる部分があるんじゃないのかなっていう気もしちゃいますね。じゃ続いて第18位、ヤマト。カイドウ息子、まあ、娘なんですけど、自称おでんさんの、まあ、ヤマトなんですが、覇王色に目覚めた年齢が8歳なんですよね。早熟の天才ですよ。ルフィが17歳で目覚めているんで、その半分以下で目覚めてるってことは優秀なんですよね。血が操作したのかは分かんないんですけど、王の資質を持ってることはもう間違いないと。カイドウとの戦いで、まあ、雷鳴発揮のこのぶつかり合いで覇王色を使った攻撃も実は見せているんですよね。まあ、ただカイドウには、まあ、あの時点では負けていたので、まだまだ修行しないと強くならないんじゃないのかなってのはありますね。成長とともにこのヤマトの覇王色が鍛えていかれるのが、まあ、楽しみやなとは思います。ただね、ずっと閉じ込められていたんで、自身の成長という意味では、ここから先、一気に跳ねる可能性もあるんで、まあ、ワノ国の守護神、守り神の能力を食べていることからも、今後が期待のキャラクターですね。じゃ、第17位、ポートガス・ディ・エース。ロジャーの息子なんで、本人は嫌がっていますが、やはり実質かなりの王の資質を持っていることは間違いないんじゃないのかな。まあ、ただ全盛期を迎える前に亡くなってしまったのが惜しいですよね。これ幼少期に覇王色を覚醒させており、ブルージャム海賊団の下っ端にルフィが殺されてソロになった時に、ルフィに手を出すなということで、覇王色の覇気を発動させて、ブルージャムの部下たちを次々と気絶させたと。ルフィが頂上戦争でエースを守るために無意識に発動していた時とすごい似てるし、これがエモいんですよね。で、血は繋がらなくても義兄弟のエースとルフィなんで、ここでもやはり受け継がれる意志というのはあったのかもしれません。で、もしエースが今も生きていれば、メラメラの能力に覇王色をまとわせる攻撃ができたかもって思うし、もしかしたら祖母が炎帝と言われて影響力をつけてるのは覇王色を身につける伏線かもしれないですよ。そういう感じで、まあ、今後が楽しみですよね。第16位、ドン・キーホーテ・ド・フラミンゴ。天竜人の血筋に加えてドレスローザの王になる器ということで、覇王色の覇気を持っていることにも、まあ、もちろん納得。ただですね、戦闘で覇王色の覇気をバリバリ使ってるイメージはあんまないんですよね。ローをこうやって踏もうとするときにルフィとこの足の覇王色をバーンってぶつかり合ったんですけど、大した量じゃなかったですよね、今思うと。そういうのを考えると、まあ、渋かい
っていうところの立場で甘んじていたことも考えて、素質はあるけど覇王色を成長させる器じゃなかったんじゃないのかなと、もしくはコントロールがあまり上手くなかったんじゃないのかなってことは思いますね。年齢も今41歳なんで、まあおそらく全盛期ぐらいやろうし、もしくは全盛期ちょっと終わったぐらいかもしらんから、最近ね覇王色で目覚めたばっかりのルフィに負けてしまったこともあって、今回のランキングでは下位の方にいますね。続いてシャーロット片栗、こちらはですねビッグマム海賊団最高幹部の三将星の一人なんですよね。で実質ナンバー2のポジションで、戦闘スタイルは剣文色の覇気、剣文色の覇気言ったらもう片栗みたいなのがありますよね。未来を読んで相手の行動を先読みして、もちもちの能力を使いながら武装色の覇気をまとって戦うと。剣文色と武装色はめちゃくちゃな連動なんですけど、覇王色は威嚇ぐらいでしか使ってる感じがイメージとしてないですね。ルフィとの戦いでは激しい覇王色のぶつかり合いもあったんで、素質はあるんで、ビッグマムがおらんようになった今、もしかしたら片栗が船長になって、そこで一気に成長していくことで片栗の覇王色が格段にパワーアップする可能性はありますね。じゃあ続いて覇王色最強ランキング第14位はロロノアゾロ。はい、こちら麦わらの一味の剣豪ゾロなわけです。まあ、ウルージーからもですね、人に従うような男には見えんがというようなことも言われておりまして、本人もなってやろうじゃねえか地獄の王にということも言っているんで、まあ、ちょっと違う方向性の王の資質を開花させていますよね。まあ、主人公の覇王色がルフィやとするなら、それに対して悪役の覇王色じゃないですけど、まあ、地獄の王と言っているんで、ゾロはそういうタイプの覇王色なんじゃないのか。まあ、ただ最近目覚めたばかりということなんで、全盛期はまだわからないということなんで、この順位にいますね。では第13位ユースタスキャプテンキッド。キッド海賊団船長で最悪の世代の一人ですね。どんどん上を目指してジャイアントキリングを目指しまくってる海賊で、すごいかっこいいやつなんですけど、明確に海賊王を目指している人物でもあるんで、なんとか再登場してほしいキャラクターです。ただキッドは覇王色の覇気を使いこなしてる描写ってほとんどないんですよね。一応持ってることはカイドウから分かったんですけど、どうやら覇気をそんなに使うのはまだ無理になっちゃうかなと。ただ、まあ、ローと共闘したとはいえ4個ビッグマンも倒してるし、ビッグマンにちゃんと攻撃もね当ててカイドウにもダメージを与えてることを考えると、覇王色をしっかり使えるようになったら一段上に行けるんじゃないのかなと。現時点で30億ベリーなんで相当強いし、シャンクスのねカムサリでボーンってやられてしまったんですけど、なんとか復活してきてほしいなっていうことは思いますね。ただこの死にかけてるっても悪いわけじゃなくて、実際ルフィも、まあ、死にかけからパワーアップしているっていうのはもう何度も何度も繰り返してて、最近やったらもう死にかけからニカになったみたいなこともありましたから、きっとも死にかけたという経験をね、まあ、糧にして成長してくれたら、またシャンクスがビビるぐらいの覇王色を使えるようになるんじゃないのかなと思いますね。では続いて覇王色最強キャラランキング第12位、ドン・チンジャオ。これ意外じゃないですか。結構ね低く見積もってる人いると思うんですよね。ただ元八方水軍第12代統領というのもありますし、今こそ全盛期が過ぎてしまったんでめちゃくちゃ下になっちゃったと思うんですよ、正直現時点やったら。ただ今戦えばそれヤマトにも勝たれへんし、ハンコックにも負けるやろと思うけど、全盛期はガープと渡り合ってるんですよ。ガープたち世代なんですよ。まあ、つまりかなりの実力者。結局ガープの原骨で自慢の頭がへこんだみたいな話ありましたけど、ガープの原骨ってこの辺のおばちゃんとかおじちゃんの原骨とはねわけが違うんですよ。ガープの原骨を頭がへこむぐらいで済んでるっていうのは相当な使い手であった証明なんですよね。まあ、そういうこともあって、もしくは全盛期がもう過ぎてもうたら懸賞期間も下がって5億4200万ベリーかもしらんけど、まあ、これ冷静に考えたら相当強いんじゃないのかなとは思いますね。では続いてワンピース覇王色最強キャラランキング第11位はダグラス・バレット。ここで映画スタンピードのキャラクターを持ってきたわけなんですけども、過去にロジャー海賊団に所属してましたからね。強さを追い求めた男で鬼の後目と言われてるんですよね。ロジャーの後継ぎの候補ですらあるぐらいの強さを持ってると。主にガシャガシャの実の能力で様々なものを合体させて戦います。海軍が手につけられないほどの強さを持つため、バレット一人を捕らえるためにバスターコールを発動させた伝説を持っている海賊なんですよね。でインペルダウンレベル6に収監されたわけなんですけど、そこで覇気を磨き続けたと。すごいですよね、インペルダウンにいる間も休んでないんですよ。聞いてますかね、ドフラミンゴさん。で作中ではルフィと覇王色の覇気をねバーンってぶつけ合うシーンがありました。めっちゃかっこよかったです。キッドと似た能力を使ってるんやけども、まあ、やはりね全盛期の実力でいうとバレットの方が今の段階で上やろということで、バレットをね今回上の順位に入れさせていただきました。ではいよいよワンピース最強キャラランキングトップ10の発表です。第10位光月
おでん、もう我が国将軍家の後取りで白ひげ海賊団2番隊隊長ロジャー海賊団のクルーという華々しい経歴を持っているおでんなわけなんですけども、過去にはですねカイドウを追い詰めているんですよ。カイドウを追い詰めるにはやはり覇王色は必須ですから、相当強い覇王色を持っとったんやろなと。でロジャーのかまされを受けて、まあ、ぶっ飛ばされとったんで、いやそんな強いんかって思うんやけど、シャンクスのカムサレの威力を見た後やとぶっ飛ばされてるだけで済んでることが強さの証明なんですよね。で、まあ、ロジャーと白ひげの覇王色同士の触れない攻撃を目の当たりにして驚いていたんで、あの時点では覇王色を扱うことで慣れてなかったと思うんですが、まあ、その後ね、いろいろ教えてもらって確率にレベルアップしたから、カイドウとの戦いが結構いい線いったんじゃないのかなと思いますね。カイドウに消えない傷をつけていることも相当ポイントが高いです。もしかしたらこのまま生きていれば、もっともっと強い覇王色の使い手になって、世界の大剣豪ミホークと並べるぐらいの実力者になっていたかもしれないですよね。もしくは覇王色がある分上やったかもしれないです。では次なんですけど、ワンピース覇王色キャラランキング第9位はモンキー D ルフィ海賊王。将来ね、そりゃみんな思ってるやろ、いやいやルフィが1位ちゃうんかいと。違います、まだルフィは全盛期じゃないです。でもここでルフィの冒険は終わっちゃうかもしれない。いつ終わるか分からへん、そういう気持ちでルフィは冒険してると思います。なんでルフィは現時点で4公演相当強いです。ただ今までの海賊海運そういった覇王色を使えるやつらの全盛期を比べるとまだ弱いんじゃないのかな思って今回9位にしました。まあ、ルフィが初めて覇王色の覇気を使ったのはデュバルとの戦闘の時に元バロっていうね、こういう牛をってこのバイソンに対して使ったんですよね。結構意外なところで使ってますよね。でそっから、まあ、魚人島ではね、もう覇王色をしっかり覚えてきて10対10万人っていうとんでもない圧倒的不利な戦いを最初に5万人削るという、ここから覇王色はね、ザコガレ専用能力やとか言われたんですけど、そういう風にね覇王色を使ってきました。で海道戦においてはそんな不名誉なザコガレという言葉がなくなりまして、覇王色まとえるっていう時はもう興奮しましたよね。覇王色の意味きたと。やっぱり覇王を決める戦い、海賊王を決める戦いには覇王色同士の戦いになっていくんやと。だから覇王色の覇気使えるやつでたくさんおるんやって思いましたもん。なんで覇王色の覇気に次のステージがあることをここで気づいたんですよ。でその後人並み幻獣士モデル2かに覚醒してギアフィフスを使えるようになり、自由な戦いができるようになったルフィは悪魔の実、そして武装色の覇気、覇王色の覇気というとんでもない組み合わせでカイドウの大苦戦を強いるわけなんですよ。覇王色も武装色もまとい、他に影響を与えるこんな自由な戦闘を見たことがねえと百戦錬磨のカイドウに言わせました。で、まあ、ロジャーとも違いないけど、ロジャーを超えるにはこの2からの能力すらも使ってハキーだけの戦いで同点、悪魔の実の能力分で勝ちましたみたいな展開とか、悪魔の実とハキーを融合させてより高い次元に行けましたとか、そういうことがルフィにはできるんじゃないのかと。進化の可能性を秘めているんですよね。楽しみです。とはいえ全盛期という意味ではまだまだなので、この先の強くなることを期待して今日の段階では9位にさせていただきました。それでは覇王色の覇気最強キャラランキング第8位はビッグマムシャーロット・リンリン。いやいやいや負けましたけどって思ってる人おると思うんですよ。考えてみんな、ロックス海賊なんやで元で、独立してからも4校で居続けてるんよ、ビッグマムという女は。でビッグマムは覇気よりも、まあ、能力を使ったイメージが相当強いんやけども、まあ、例えばソルソルの実のねこの能力でソウルポーカスとか、あとはプロメテウスとか、そういう感じで戦っとるわけなんですが、めっちゃ強いのは知ってるけど、じゃあビッグマムって覇王色どんなもんなんっていう話もあると思うんやけど、まあ、それね、マザーカラメルの写真に何か異変があった時にビッグマムは覇王色を出すってことがもう分かりやすく描かれとるんですよ。でこれは奇声を発しながらひゃーみたいな感じで覇王色の覇気を発動していると。これも覇気の暴走と言ってもおかしくないですよね。でね、ローキッドに敗北して生命不明なわけなんですけど、ビッグマムが死ぬことは まだないと思うんでね、生きてるんじゃないのかと。まあ、ただね、なんで負けたのに8位にしたのか、それはね、全盛期がもう過ぎてしまった海賊やからなんですよね。やっぱ若い世代には負けてしまうんですよ。ただビッグマムにも若い時代があったんですよ。その時は最強の覇気使いやったんじゃないのかなってことは思いましたね。続いてワンピース覇王色キャラランキング第7位カイドウ。こちらもね、全盛期はもっと前やったやろというところで7位です。元ロックス海賊団、そして元四皇の一人であるカイドウなわけなんですけど、まあ、最強生物と恐れられて、サシならカイドウだろうということが言われているぐらいサシやったら最強やったんですよ。でウォーノミ幻獣種モデル精霊能力も使いながら、武装色剣文色覇王色も高いレベルで使えると、まさに最強なんですよね。全盛期は本当にロジャーなきゃあと1位を取ってた時代があるかもしれません。それぐらい強い海賊です。で数々の強者たちと渡り合ってきただけあって、覇王色の使い方も相当
をたきてます。なんならルフィを戦いながら育ててくれたと言っても過言じゃありません。で、覇気だけが全てを凌駕するという信念を持っていることから、能力だけに頼らない戦闘をしているのも相当効果が高い。で、まあ、ルフィ、ロー、キッドの海賊同盟と我が国の侍たちには負けてしまったんですけども、カイドウは死ぬほど連戦してるんですよ。ルフィとサシだけだったら負けなかったんですよ。全盛期を衰えてなお今の状態でも。じゃあ全盛期にもし今の兵力があればカイドウは本当にワンピースを取れたかもしれないんですよね。なんで今回は7位にさせていただきました。それではいよいよトップ6、ワンピース覇王色キャラランキング第6位は戦国海軍本部元元帥でね、現在は海軍本部の大目付の戦国なんですけど、大海賊時代以前からが普通とともにロジャーとかロックスをね芝居取るわけなんですよ。弱いわけがない。映画フィルム Z の特定の戦艦では戦国ガープオツルの3人が同期激強海兵かっこ才能丸出しと紹介されていたんで、前世紀ではガープに迫るぐらいの実力があったことは間違いないし、なんならガープより強かった可能性すらあると。ただもう一個すごい点があって、実は公式で言及されている海軍唯一の覇王色持ちなんですよね。ガープを持ってるから海軍唯一ってことはないと思うねんけど、仮にガープと戦国だけやったとしても強すぎるやろ。赤犬はまだ覇王色の描写が描かれてないんですよね。もしかしたらあいつは無理やりクザン倒して元帥になったみたいなところもあるから、赤犬を認められへんわみたいな人もおるし、藤虎みたいな、その考えたら覇王色持ってへんかもしれない。でも戦国は全員に認められとったから、それを考えるとやっぱ王の資質を持っとるんかもしれない。というわけで戦国の王の資質も評価して今回は6位に入りさせていただきましたね。まあ、渡りが取ったんならそれぐらい強かったやろと、全盛期はと。まあ、今はもうそこまでは戦えないんじゃないのかなと思いますね。続いて第5位、シャンクス。多分現時点で最強覇王色を使えるキャラと言ったらシャンクスなんじゃないのかなって正直思います。四皇赤髪のシャンクスです。フィガーランド家かもしれないっていう噂もあります。金塊主から始まる白ひげの船に乗り込んでいく時も、失礼敵船につき少々威嚇したということで、屈強な四皇の白ひげ海賊団のクルーたちを倒していました。フィルムレッドの時には海軍中将すら倒していましたと。で、我が国の最後では緑牛すら追い出してたんですよね。そんなに怖いか、新時代か、ということで、かなり強い覇王色で威嚇していて、さらに覇王色によりなんか電話みたいなこともしていたんで、結構とんでもないなと。で、30億の懸賞組になったねキッドをしっかりと実力を見抜いた上でほぼ無傷で倒していることからも強さが、ね、桁違いやなってことが分かりますね。本人の成長具合もエグいんですよ。なんで覇王色の覇気も相当な連動で鍛え上げられてるんじゃないのかと。なんならシャンクスは片手で今この実力なんですよ。ってことはもし両手あった時が全盛期だと考えるならやばくないですか。めっちゃ強い。まあやっぱりねロジャー海賊団にいてロジャー大好きなんで、覇王色の覇気を極めていくことの重要性もシャンクスは知ってると思うんで、やはりトップ5にはこの男の名前はいるだろうと思ったんで今回入れましたね。もしかしたら作中の中でロジャーを超えるぐらいの覇気使いになる可能性もあるんですが、まだそういった描写はないので今回は5位にしておきました。それではワンピース最強覇王色キャラランキング4校の発表です。第4位、シルバーズレイリー。元ロジャー海賊団で海賊王の右腕である冥王レイリーです。ゾロの順位から考えるとちょっと意外に高かったなって思う人もおると思うんですよ。ただですね、やっぱりレイリーって言ったらもう覇王色なんですよね。まず初登場時からこういう風に覇王色の覇気を使用してボーンと倒してるんですよ。で、麦わらの一味がキザルによって壊滅されそうになった時にもキザルを足止めしとったし、さらにですね、小田先生本人がレイリーの覇気について言及してるんですよね。質問、ルフィの覇王色は5万人倒しますが、シャンクスたちの覇王色は何人倒せますかと。小田先生はこう答えました。ルフィのいたあの場所で全く同じ状況であるなら、シャンクスやレイリーだともしかすると10万人全員倒しちゃうかもしれませんと。やばすぎません？普通に。だって2年後のルフィの少なくとも倍以上は強いってことですよね。まあ、一応倒した人数で比べることはできないっていうこともあるんですけど、やっぱそれぐらい圧倒的な差を力で誇っているっていうことなんですよね。で、まあ何よりもやっぱルフィの師匠っていうこともあるし、まあ多分シャンクスたちの稽古をつけてあげたんでしょう。そういうことも考えると相当強いと。で、これレイリーが覇気4校に僕が数えた理由があって、それが最終章に入ってからアマゾンリリーでね、黒ひげからハンコックを助けた時あるんですけど、その時にこう言ってたんですよ。私も年を取った、今の黒ひげに正面からは勝てやしないってことを言うとるんですよね。今のなんですよ。つまりボイル前やったら今がおそらく全盛期であろう黒ひげに余裕で勝てるよってことだと思うんですよね。四皇ですよ。しかも黒ひげって多分相当強いですよ。でも正面からやっても余裕やでって言ってるんですよ。えぐくないですか。
なんで前世紀は今のシャンクスよりも上やったんじゃないのかなってことを思いましたね。じゃ続いていよいよトップ3です。ワンピース最強覇王色のキャラランキング第3位は白ひげエドワード・ニューゲート。過去回想で、まあ、ロジャーとの激しい覇王色のぶつかり合いが描かれまして、まあ、かなりね、まあ、印象的やったわけなんですけど、まあ強いですね。アニメの方でもかなり作画に力を入れてることが分かりましたし、前世紀の白ひげの強さってのは語り継がれるぐらいになるやろと。一生四皇にもいましたし、ね、ただ年老いてからはシャンクスに目の前で覇王色を使われても、それをやり返すこともすぐはせんかったし、頂上戦争ではルフィの目の前で覇王色を使われて自分も使うんかなと思ったら使わんかったんですよね。そう、だから覇王色の覇気を万全に使える状態ではなかったんかもしれないですね。老いや病気の進行もあって、ただやはり前世紀で言えば、まあ、相当強かったんじゃないのかなってことを考えると、白ひげはまず間違いなく入ってくるやろうなと思いました。それではいよいよ第2位、ワンピース最強覇王色のキャラランキング第2位はモンキー・D・ガップ。はい、ルフィのおじいちゃんです。海軍の英雄です。やっぱね、ロジャーのライバルであり、ゴッドバレーでロジャーと共闘してロックスを倒したということからも、まあ確実に強かったやろと。でさらに最近の展開、ギャラクシーインパクト、ガープ強い強い思っとったけど、これは強すぎるわと、ほんまに老兵かよと。でバレバレバレーっていう覇王色独特の効果音が描かれてましたので、今回は覇王色持ちのキャラとして断定しました。で、まあ、やっぱルフィ自身は覇王色持ってるし、そこに対してガープ自身がやはり持って生まれたかということを言っていたんで、ルフィの覇王色に対しての発言は、自分が覇王色を持ってるからそれは持って生まれてもおかしくないよなっていう発言やと思うんですよね。まあ、ってことはドラゴン持ってるんじゃないのかなって思うんですけど、描写がないので省いてます。でですね、まあ、ガープといえばロジャー、白ひげだけじゃなく、カイドウ、シキ、ロックスなどいろんな敵をね、まあ、しばきまくって大砲投げまくったと思うんで、そういうことを考えれば絶対覇王色を持ってるやろうなと。で前世紀はロジャーと対等に渡り合って自分の息子を預けられるぐらいの存在になってるんですから、その信頼を勝ち取るには圧倒的な強さがあったと思うんですよね。なんで前世紀の強さはロジャーに引けを取らなかったんじゃないのかなと思いました。それではですね、いよいよワンピース最強覇王色キャラランキング1位の発表の前にですね、番外編です。番外編はですね、覇王色の描写がない黒ひげとか、まあ、結構迷ったんですよ。黒ひげ入れんでいいのかなとか、まあでもな、やっぱまだ分からへんしな、今は置いとこうと思って外しました。他にも見ました、ロックスとか、でもこれも分からへんしな、もしか持ってへんかもみたいな、そしたら黒ひげは持ってへんやんっていうことになりますからね。でもね、僕ね、こいつは覇王色持ってるやろってキャラがいるんですよ。描写ないんやけど、イム様、ネロナ・イム、神様、仏様ですよ。王の王、キング・オブ・キングからの玉座にも座ってますし、じゃあ覇王色くらい使えるでしょっていうことですね。イム様も覇王色まといすぎた結果、あんな真っ黒になったかもしれないですね。ではいよいよワンピース最強覇王色キャラランキング第1位はゴールデン・ロジャー。分かってましたね、海賊王です。そらそうです、触れてねえとかもすごいテンション上がりましたし、いろんな伝説があるわけなんですけども、覇気だけが全てを凌駕するを体現した人物なんですよね。作中ではカムサルという覇王色をまとわした技だけで相手をエースからまとった覇気をおでんをぶっ飛ばしたりだとか、まあ強いと。海賊王になって王の資質も証明しとるし、確実に前世紀の強さで言えば、まあ、ロジャーを超える人物はおらんかったんやろうなと。世界の王になるロックスも倒してますからね、まあ、というわけでランキングロジャーが1位ということで、これは文句ないんじゃないでしょうか。ただワンピースですね、最終章、このランキングが大きく変わる恐れがあります。俺らが全く気にしていなかった人物、例えばバギーとかが覇王色だけは超最強みたいな可能性も全然あるんで、またねこのランキングをやっていきたいと思います。もし見たいよっていう人がいたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you。「僕を困らせ」